そしてこういった安倍派を中心としたこの派閥の裏金問題がいつから始まったのか、こういうことについて萩生田議員も初当選の2003年当時からこういうのがあったんだということを言います。でその際に私どもの新聞赤旗2004年9月10日付でもこのように森派の、年1億円支出記載せずっていうこういった裏金の問題の報道があります。2005年1月には東京新聞でパーティー券収入裏金かか、ノルマ超過分若手に還元森派収支報告です。今の見出しと言ってもいいようなことがもう20年前から行われていたと、もうずっと連綿とこういう裏金作りは行われているんじゃないのか、このことを追及したところです。これについても岸田首相は今聞き取り調査をやってるからというだけでまともに答えることがありませんでした。